12球団最後の9月首位で B クラスで終了したシーズン、広島2024年9月を首位で迎えた球団が B クラスでシーズンを終えるのは日本球界史上初の出来事です。この1ヶ月やばすぎるわ。今年のセリーグなんか例年にないくらい暑いな。最下位争いに首位争いにネタが溢れまくってるわ。ちなみに大谷選手のホームランにも負けている。これは球団の歴史に残る大失態だわ。広島の優勝モード面白かったな。メディアとかも優勝する特集みたいなのもあったし、今年は広島だと思ってたわ。いろいろやばすぎるな。打線があれなのに投手が崩壊するとそりゃこうなるわ。まさか横浜にも抜かれるとは思ってなかった。泣いていい。これで荒い辞任はやめてくれよ。さすがにこの戦力で首位だったことを褒めるべき。不名誉な記録すぎるわ。今は田中の不倫もだし悪いムード漂いすぎるやろ。中日に弱かったっていうことはそういうことだよ。今シーズンの広島いろいろありすぎて草。栗林があの炎上でなんか雰囲気変わったよな。もう終わりだよこの球団。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。